ビロードの爪は、アメリカの推理作家イエス・ガードナーによる推理小説。発表は1933年。弁護士、ペリー・メイスンの初登場作品である。ただし、本作には一切の法廷シーンは登場せず、メイスンが依頼人の利益を保障することのみに焦点が置かれている。同時にハードボイルド小説に見られる、犯罪者や他の弁護士、 警察との駆け引きが重視されている。ビロードの爪はガードナー44歳の時の作で、これにより世間から注目を集めた彼は弁護士を辞めて創作と狩猟旅行に日々を費やすようになったという出世作である。ただし、日本でこの作他のガードナー作品が日本で注目されたのは戦後になってからであり、この作品も昭和12年に井上義雄によって 法律事務所の奇妙な客として承約されたまま忘れ去られていたという。ガードナーの成功は、旧来の探偵小説に現れる、虫目鏡で物的証拠を集める要求式の探偵が、もう古くなったことは明らかであるとして、登場人物のうちの誰かが何事かをする、その行動そのものが、のっぴきならない証拠となるのであるというように、従来の本格推理小説の区引きを外して、 行動と会話をしたいとし、その上で、ダシール・ハメットや、レーモンド・チャンドラーの作品のような性格描写を、切り捨てて、本格物の風味を添えたという、一種の折衷主義による、ものである。また、彼の探偵役であるメイスンを、カリフォルニア州以外の事件に関わらせぬようにするなど、熟知しない、他の州の法律に抵触させぬようにするといった配慮も、見られる。 除幕の依頼者の奇妙な依頼より始まり、探偵役のメイスンがその裏にある真相解明に熱中し、それに秘書のデラストリーと、私立探偵のポールドレイクが協力するといったメイスンものにおける基本形式はこの作品より始まっている。弁護士、ペリー・メイスンは、ある時、イバクリフォンと名乗る女から依頼を受けた。彼女の語るところによると、ピーチウッド・インというところで、 ピストル強盗があり、政治家のハリスンバーグと密会中にその現場に出くわしてしまった、という。このことを赤新聞、スパイシーピッツの編集長、フランクロックに感づかれ、新聞に掲載すると脅されてしまった。ハリスンに迷惑がかからぬように、と、今は記事の差し止めを望んで、知り合いより、メイスンの名前を紹介してもらった、という。メイスンの秘書のデラは、 岩のことを気に入らず、自分を助けるためなら人を裏切ることを厭わぬ、悪女だと忠告するが、メイソンは依頼人に誠実であることがモットーだとして、探偵のポール・ドレイクを通じて、岩のことを調べさせ、また自身は、フランク・ロックに接触し、警察のシドニー・ドラムの協力も得て、ロックの裏には、不合常自身ベルダーがいることを突き止める。 ベルダーに揺さぶりをかけようとしたメイスンはその屋敷でイバと再会する。イバはジョージ・ベルダーの5妻だった。メイスンがジョージと面会して間もないある夜、就寝中のメイスンを起こすようにイバから電話がかかってきた。夫のジョージがとある客と面会後にピストルで射殺され、その話で客がメイスンだというのである。警察に知らせる前にメイスンに電話を入れたというイバに、 メイスンは証言すべき内容を、岩の頭に叩き込ませ、自分は、ベルダー家と親しいものだという名目で事件に立ち会う、ことにした。ベルダー家から帰宅後、ベラとポールに連絡を取ったメイスンは、独自の調査活動を開始し、自身が容疑者として疑われることを察知して、姿をくらました。ありがとうございます。